こんにちは、ピヨキシタロウです。今回は東京都足立区にある八尾医院で先生のことを好きと言ってごらんと妊婦に性的暴行を加えた男について客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2019年11月、東京都足立区にある八尾医院の院長、八尾正幸容疑者55歳は、診察に訪れた30代の妊婦の胸や下半身を触るなど性的な暴行をした疑いが持たれていると。警視庁によると、八尾容疑者は女性を診療室ではなく、個室に通した上、先生のことを好きと言ってごらんと話しながら行為に及んでいたと。取り調べに対し、タイプだったなどと容疑を認めているということです。他にも複数の患者から被害相談が寄せられていて、警視庁は余罪についても捜査しているということです。でですね、客観的な意見としては、ただただ気持ち悪いといった意見。そのセリフが気持ち悪い、そして見た目といったこと、まあ、すごいおめでたい瞬間、出産の時、そういったことなのに、これは鬼畜すぎると。ことなど多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、多分この先生のことを好きと言ってごらんっていうセリフが多分1週間ぐらい自分のツボに入ると思います。ちょっとよくそんなセリフが吐けられたな、このクソジジイと思う感じですね。なんか気持ち悪いね。そのセリフを吐きながら胸や下半身を触っているって、なんか、ちょっと、そういう系の AV 見すぎじゃねっていうのがちょっとわかりますね。普通って言っちゃあれだけど、あんまないよね。そんな感じでしたことがないんだけど。なんか気持ち悪って思っちゃうよね。普通に男から見ても気持ち悪って思うんだから、女から見たらさらに気持ち悪って感じだろうね。なんかすごく評判は良かったらしいんだけど、好みのタイプの場合は診療室じゃなくて個室に連れ込んでる感じなのかな。複数の患者から被害相談が寄せられているっていうことなので、まあある程度病院とかクリニックに苦情は多分つきものだと思うけど、まあ別にいろんな職種に対して、まあでもこれでやってたっていうことは、まあずっとやってたんだろうなっていう感じですね。最初からそこまで行き着くことはないと思うので、まあ多分ちょっとずつ進行していって今こんな感じになったんだろうね。まあ実刑かな。多分医師免許剥奪までいかないんじゃないかなっていう感じですよね。あんまり剥奪って聞いたことがない。停止かな。はい、ということで今回は東京都足立区にある八尾医院で先生のこと好きと言ってごらんと妊婦に性的暴行をした男についてお話ししていきました。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。